新興俳句とは、昭和初期に始まった、新俳句運動である。1931年、水原周王氏は主催し、足火に、自然の神と文芸上の間を発表し、高浜巨子の主張する、課長風営俳句がさまつなくさの目俳句を生み出しているとして、自然の間という素材を己のれのうちに溶かし込み、鍛錬加工した文芸上の間を求めようとした。足尾独立の巨であったが、 これが、いわゆる伝統俳句からの脱却の端緒となった。中央市の市長は、若い俳人の共感を得て、天の川、土壌、区と評論などの廃止も、活発に俳句の近代化を進め始めた。近代的、都会的叙情の確立の運動でもあった。足火には、新素材の拡充と構成的手法によって、注目されていた山口聖氏が加入。 呪状性豊かな作風をする修王士と共に、新風の先頭に立った。この新運動は、連作俳句に、積極的に取り組み、金子と剣花によって、信仰俳句の名称を与えられた。しかし、連作俳句中のこと、前、季語の有無が問題となり、無期や長期の容認まで行われるに及んで、修王士、聖子は、無期俳句批判を行い1936年、頃より、 この運動から離れた。これ以降を後期と呼ぶ。信仰俳句は、中王子、聖師の離脱にもかかわらず、藩、ホトトギス、藩伝等の大きな潮流となった。モダニズム、ダダイスム、反戦的にヒリズムなど様々な潮流もこれに合流した。1935年、日野草城の帰還が創刊され、春秋を集め、兄弟俳句、土城、句と評論。 紳士かさび、自明症などとともに、様々な芸術派的、社会派的試みを重ねた。最初の総合廃止である、俳句研究も、この運動に共感を示した。日中戦争の始まった時期で、想像力による、戦火総合俳句も試みられ、さらに沿線区も作られた。ついに1940年から1941年にかけて、兄弟俳句。 土壌などの主要メンバーが治安維持法違反として検挙され、この運動は壊滅に至った。新興俳句運動は現代俳句の母体となる画期的な俳句、革新運動であり、多くの修作を残した。代表的な俳人には、戦術の水原修王氏、山口聖氏の他に、前期では高山戸明石橋達之助、横山八甲、篠原豊作など、 後期では、平畑政党、日野総城、斉藤三期、富沢柿を渡辺白仙、東京三などがいる。信仰俳句に関わった俳人の多くは、戦後、日野総城の太陽系の地の青源、山口聖子の天道などに結集したが、信仰俳句運動の名は消滅した。ありがとうございます。